ミコ、来たぞ。それで、神聖探偵筆記の対策を練るにしても、これからどうするつもりなんだ？ふむ、当ててみるがよい。解決の糸口は八重堂と関係しておる。あ、わかった。八重堂の名前とミコの影響力を使ってみんなにこの本に書かれたおまじないの危険性を伝えるんだろ。ほう、まさかこんなにも早く。ハズレを言うとはの。え、違うのか。神聖探偵筆記は今や稲妻で最も流行しておる娯楽小説じゃ。わらわたちがそんなことをしてしまえばまじないの効力を裏付けるのと同じこと。老して忠告しても結局は好奇心が勝り試す輩が増えるじゃろう。そうすればこの本の売り上げが止まることもなく人々に買われ続ける。おい、それじゃあダメだな。なら本を没収するっていうのはどうだ。はあ、一冊の娯楽小説のためにそのような騒ぎを起こせば人や資源を無駄に費やすこととなる。それに稲妻で安寧に過ごしておる人々もきっと混乱するじゃろう。だったらもう方法なんてないんじゃないか。いいや、方法がないなどとわらわは一言も言っておらぬぞ。神聖探偵筆記はわらわも読んだ。まじないのことを抜きにしても実に面白いものであった。古今東西のあらゆる怪談について熟練の手法で物語が描かれておる。人気にはそれも一役買っておるのじゃろう。もしここ最近の娯楽小説の中でそれを上回る作品がなければその勢いを止めることも難しいはずじゃ。そう、流行にとって変わるのは新たな流行しかない。つまり我々たちで新たな人気娯楽小説を作るのじゃ。正々堂々と売り上げで相手を倒し人々の注目をこちらに集める。それこそが我々の戦い方じゃ。それにこの方法を使えば神聖探偵筆記のもたらす影響を最小限に抑えることができる。ちょっと待った。娯楽小説を書くのか、オイラたちが。もちろん小説は一朝一夕で書けるようなものではない。じゃがわらわは八重堂の編集長わらわなりの秘策がある。さっきも言ったが作るのはわらわたちじゃ。共同創作という言葉は何時も聞いたことあるじゃろ。とにかく八重堂が主催する小説の公募もまだ締め切られておらん。まずは読者の好みについて情報を集めてきてくれぬか。今の流行を把握した後また話し合おう。一通り情報が揃ったら雨遊亭に合流じゃ。わらわも人を集めておく。食事をしながら仕事をするとしよう。娯楽小説が売れるには挿絵も重要なんだ。挿絵を入れる場所、その内容、どの絵師に書かせるかなど様々な工夫を凝らす必要がある。挿絵が良ければ悪い点を補うことだってできるんだ。逆に挿絵がいまいちだとどんなにいい物語でもダサくになってしまうことがある。挿絵のために娯楽小説を買うという言葉だってあるほどだ。僕からすればその言葉はあながち間違いでもない。ただ有名な絵師はそのほとんどが忙しく担当してもらうのが難しいようだけど、神聖探偵筆記も挿絵がとても良かった。今までに見たことない画風だったよ。僕は昔から娯楽小説を読むのが好きでね。奇抜な発想で書かれた幻想譚とか見たこともない設定を盛り込んだ物語とかもうたまんなくって。ただ近年の作品はどれも似たようなものばかりなんだ。中身を読まなくても署名だけでどんな内容か想像がつくことも多い。
最近だと神聖探偵筆記くらいしか面白いものはなかったかな。話はもちろんのこと、描写がすごく細かいんだ。まるで作者が実際にそういった妖怪に会ったことあるみたいだったよ。俺に言わせれば、娯楽小説に求める点はただ一言で表せる。それが爽快感だ。従来の物語だと主人公がゆっくりと成長していき、別れや失望の中で強くなっていく。確かにそれも面白い。だが展開が遅すぎるんだ。今稲妻で流行っている神聖探偵筆記は最初から主人公が強くてね、読んでいてとても爽快感があったよ。物語の主人公は陽子で、呪文や秘宝を熟知しているだけでなく、書画や茶道にも精通しているんだ。ふむ、来たか。まずは何時らにわらわの集めた人員を紹介しよう。この二人は何時らも知っておるな。純吉と茂じゃ。茂は経験豊富な編集者じゃ。そしてそやつと組んでおるのが作家の純吉。ここ最近いい作品が書けずに悩んでおるようじゃが、過去には若者たちの間で人気もあった。まあ独特な作風が魅力じゃな。里見は八重堂の主力作家じゃ。複数の筆名を使い分け、様々な作風の物語を書いておる。もちろん筆名は企業秘密じゃ。我らで小説を書き上げ、神聖探偵筆記を打倒する。どうじゃ、これで安心したか。なるほど、そういうことだったのか。なら次は何時らの集めてきた読者が求める作品について話してもらおうかの。ふむ、見たこともない設定、展開の早い物語、綺麗な挿絵に爽快感か。確かにそれら要素のある小説は売り上げが期待できるじゃろう。じゃがそれよりも重要なのが、作品に描かれる現実感を伝えられるかどうかじゃ。たとえ娯楽小説であってもな。だんだん分かってきたけど、結局どうやって書けばいいんだ。見たこともない設定って言われても、どんな設定にすればいいかわからないぞ。その言葉を理解する前に、まずは自分の読者層を把握する必要がある。例えば神聖探偵筆記、わらわにとっては陽子など知り尽くしておるものじゃ。じゃが人々には目新しいものとして映る。これが作者と読者の間にある情報の差じゃ。わっぱよ、何時は旅人として稲妻の人々が知らぬことをあまたと知っておろう。何時にとって見慣れたものでも、人々にとっては全く知らない、見たこともない設定になるはずじゃ。そういうことか。じゃあモンドとリーユへのことで何か思いつかないか考えてみようぜ。でもそれだと神聖探偵筆記と違う感じの小説になっちゃうけど、大丈夫か。問題ない。何も神聖探偵筆記と争うことだけを考える必要はない。何時らはただ自らの経験や興味深い話を提供するだけで良いのじゃ。それが面白いものであれば、ここにいる専門家たちが自然とより良いものに仕上げてくれるじゃろう。よし、じゃあまず第一章の内容から考えようぜ。何かいいアイディアはあるか。おい、そんなの読みたいやつなんていないだろう。ふむ、100点満点中90点じゃな。異世界で空飛ぶ非常食とは一体どんな味で、どう調理するのじゃろうな。こういった物語の始まりは読者の興味を引くことができる。料理を題材にした作品を甘く見るでないぞ。食とは誰もが興味を持つ分野じゃからな。おい、悪くないな、わっぱよ。自らの経験のみだけでなく、どうやら何時も
娯楽小説をよく読んでおるようじゃ。どれも要点を押さえておる。皆はどう思う？これらの考えから面白い物語は作れそうか？はい、大丈夫だと思います。ついつい設定を複雑にしてしまうのが僕の癖ですが、この状況ならぴったりかと。ならよい。第一章はこれで進めるとしよう。次は第二章じゃ。まだ続けるのか？読者というのは読むのが早いんじゃ。苦労して人気を得ても続きが出なければすぐに離れてしまう。じゃからほれ、第二章を作るぞ。それに里美も待っておる。あ、どうしたんだ？眉間にシワが寄ってるけど。はあ、初心者ならではの発想で良い案がまだまだ出てくるかと思ったが、まさかこんなにも早くそれが訪れるとは。お、どういうことだ？これはスランプという名の魔王じゃ。突如として現れる生涯の敵。作者に死と同等の苦しみを与え、魂を売ってしまいたくなるほどの絶望を与える。なんとなくわかるような。こういう時は美味しいものでも食べて心を落ち着かせるに限る。天使よ、油揚げを一つ、それとこやつらに串焼きを頼む。味付けは普通でよい。安心せ、わらわのおごりじゃ。おごり？そういえばオイラたちこんなに頑張って小説を作ってるんだし、もちろん原稿料はもらえるんだよな。当然じゃ。創作に参加した全員にあるぞ。やったー。よし、早くスランプを退治しろ。オイラたちの原稿料のためにも頭をフル回転させるんだ。お、何かひらめいたのか？どれどれ。リーヨエにたどり着いた主人公はモラを払えずにいる男性と出会う。しかし後にその人物がかの有名な元王帝君だということを知るのであった。七星の助力と千人の加護、そして広大な大地を自由気ままに旅をする。これが俗に言う爽快感ってやつか？ふむ、わらわの評価は98点じゃ。爽快感がありこれといった欠点もない。それにかの帝君にまつわる伝説は数多くある。きっと人々の興味を引くことじゃろう。少なくとも市場価値はある。良いじゃろう。そうか、勝利が気にしないといいんだけど。よし、これで里見も物語が書けるじゃろう。お任せください、八重様。第三章は稲妻の物語を書くぞ。この章はわらわが手伝おう。メガリレーや抵抗軍を参考にしても良いじゃろうな。何か案はあるか？ふむ、何時にぴったりな物語じゃな。事実とほとんど相違ない。大丈夫じゃ。稲妻で起きたことならば少し現実味を加えた方が読者の気も引きやすい。じゃがわらわが何時にお守りを授けたところは少し改変する必要がある。不思議な狐お姉さんは主人公に願いを叶えるおまじないを教え、主人公はそれを頼りに雷電将軍を打ち倒した。これに変えるとしよう。え、それって神聖鍛錬筆記のおまじないと真っ向勝負するってことか？そうとも言える。主人公が呪文を唱えるところは
物語が出来上がった後、わらわが直々に書き加えよう。でも、これで大丈夫なのか？本当に神聖探偵筆記に勝てるのかな？内容はこれで問題ない。じゃが、宣伝がまだ足りぬ。絵師に連絡して挿絵を描いてもらおう。無論、神聖探偵筆記に負けぬものをじゃ。それから帯の推薦文は最近話題のひなさんに書いてもらうとしよう。彼女は月刊漢字に設けてある読者質問欄の専属作家じゃ。稲妻の人々にも人気がある。皆が創作しておる間、汝はしばし休むとよい。それと、八重堂でひなさんに推薦文を書いてもらうよう依頼を出しておいてくれぬか。原稿が完成したら小説を提出する場所で落ち合おう。普段ひなさんは推薦文を書かないのですが、宮司様からの頼みでしたら交渉してみます。実は最近ひなさんの人気がますます高くなっているんです。他にもたくさんの方から共同の話が来ている状況でして、しかしひなさん本人はそれらに興味を示さず、いつも通り真剣に読者のお便りに返信をしています。他の活動には目もくれずに。ただそこが皆さんに好かれる理由でもあるのでしょう。少し話がそれてしまいました。とにかくひなさんの推薦文があれば話題性は十分なはずです。お二方の娯楽小説が売れて、我々八重堂の売上記録を更新してくださることを祈っていますよ。おう、頑張るぜ。それではこちらの作品を提出ということでよろしいでしょうか。署名は旅人の奇妙な冒険、作者の筆名は千寿祭で問題ございませんね。変な筆名、多分巫女がつけたんだろうな。これまでの付き合いで巫女のセンスが分かってきたぞ。何もおかしなところなどないじゃろう。わらわたち全員で完成させた作品じゃ。ぴったりな筆名じゃと思うぞ。では至急こちらを印刷し、稲妻各地で試験販売をいたします。具体的な売り上げは3日後にお伝えできるかと。どうしよう、おいら緊張してきたぞ。本当に大丈夫なんだよな。その通り、自分の作品に自信を持ってこそ娯楽小説作家というものじゃ。あなた方の登録は済みました。3日後に結果を確認しに来てください。ご応募ありがとうございました。皆様の小説が売れることを祈っております。お待ちしておりました。皆様にいいお知らせがあります。先日出版された娯楽小説の売れ行きが好調で、複数の書店よりいつ重版されるのかとお問い合わせが殺到しております。やったぜ。新人作家がこのような成功を収めるなんて偉業とも言えましょう。同じ冊数の初版であっても大半の作品はこの3割も売れませんから。こちらは見本紙です。どうぞお受け取りください。売上に対する報酬は後日お送りしますので、またその時お知らせいたしますね。あ、そうだ、この娯楽小説を書いた目的は神聖探偵筆記の影響を減らすためだったよな。かなり売れてはいるみたいだけど、あんまり実感ないな。これで本当に効果が出てるのか？安心せ、変化はすでに生まれておる。ほれ、周りの者の声に耳を傾けてみよう。以前と違うじゃろ。なあ、今流行りのおまじない知ってるか？真夜中に神聖探偵筆記に書いてある呪文を唱えると願いが叶うっていう。ああ、それね、前に流行ってたやつでしょ。あれならもう古いよ。周りでもそんな話をしてる人なんていないだろ。今流行ってるのは狐お姉さんの秘伝術さ。
その呪文だったら僕ももう覚えたよ。キツネお姉さんの秘伝術？なんだそれ。なんだ、まだ読んでないのか。なら教えてやる。噂によると、無月の夜にその術を唱えれば、千個と大勢の妖怪から加護を得られ、どんな願いでも叶うらしい。あと、これも噂なんだが、神聖鍛錬筆記のおまじないはかなりヤバいものらしいぞ。願い事で手に入れたモナが一晩で葉っぱに変わったらしく、しまいには高熱でうなされることになったそうだ。最終的には狐お姉さんの秘伝術を使ってやっと落ち着いたとか。つまりこの術はあの呪文よりも高度なものってことだ。俺の周りの奴らもこの術を試してみたくて無月の夜を待ちわびてるほどだしな。そうなのか。だったら俺も準備しとかないと。どうじゃ、安心したか。本当だ、みんなの興味がオイラたちの娯楽小説に映ってる。でもあいつらの言ってた無月の夜って何のことだ？物語を考えた時にそんな設定はなかったはずだよな。この先とても重要になってくるものじゃよ。さてこの勝負もそろそろ次の段階へと移る頃合いじゃろう。あれ、次の段階なんかあったのか？当然じゃ。小説が存在するということは、それを書いた者もおるということじゃからな。ああ、確かにそうだな。そいつを放置したらまた次の神聖鍛錬筆記が出てくるかもしれない。それにあの小説を書いた理由も調べないと。うむ、では取り掛かるとしよう。この小説を書いた者についてはすでに特定できておる。友幸という名の不幸な小説家じゃ。じゃがわらわたちがそやつを見つけた時、その小説について全く覚えがないと言っておった。そう、そやつもかつて取り憑かれておったのじゃ。しかも自らの意思ではなく霊魂側からの干渉でな。話を聞くと、当時投稿した小説が失敗に終わり、途方に暮れながら一人で荒海の近くを歩いておったらしい。失意の果てに、誰でもいい、俺にすごい小説を書かせてくれと言葉にした瞬間、意識を失ったそうじゃ。でもその小説を書いた霊魂はもうそいつから離れてるんだろ。どうやって探すんだ？そんなのは簡単じゃ。あやつは小説の中で降霊術の呪文を書いておった。それを使って呼べばよい。わっぱよ、また何時の出番じゃな。何を言うておるのじゃ。面白いのはここからなんじゃぞ。ミコ、ここってどこなんだ？例の作者と握手会をするのに一番適した場所じゃよ。わらわの調べによると、ここはあの霊魂を呼び出せる可能性が最も高い場所のはずじゃ。本当か？でもここめちゃくちゃ不気味だぞ。怪異に関することじゃからな。こう不気味なのも仕方あるまい。もうすぐ神聖鍛錬筆記の作者が誰かわかるんじゃ。ワクワクしてこぬか？おいら、確かに心臓がバクバクいってるけど、これって本当にワクワクしてるからなのか？では行くぞ。おい、待ってくれよ。おいら、やっぱり怖い。ちゃんとくっついて歩いてくれよ。変な絵だな。ミコ、何が書いてあるかわかるか？ふむ、昔の稲妻の景色じゃな。すごくよく書かれてるけど、なんか不気味で怖いぞ。あれ、絵にサインが書いてある。あ、なになに？
ラクサイ？よく見えないな。さあ、中に入るぞ。あ、さっきオイラたちが見た絵だ。壁が回転してこっち側に回ってきた。余計不気味で怖くなったぞ。この場所って一体何のためにある場所なんだよ。さて、ここからはわらわが陽子の秘伝術を紹介してやろう。この絵は略式降霊媒介といって、多くの面倒な手順を省くことができる優れものじゃ。薄暗い鏡面にはかつての情景が映し出され、それに心を揺さぶられた霊魂たちが引き寄せられる。さて、次は何時の出番じゃ。ほれ、わっぱよ、ここに座るんじゃ。降霊儀式とは、霊魂を生きた者の身に憑依させることじゃ。何時もあの鬼族の武士を見たじゃろう。人間の体から離れた状態ではその場に存在できる時間は限られておる。でも霊がこいつの体に憑依するなんて、本当に大丈夫なのか。やけにわっぱを心配するのじゃな。まったく羨ましい限りじゃ。はあ、わらわの友人もそのような優しき心を持っておったらどんなによかったことか。わっぱよ、怖いか。大丈夫じゃ、すぐに終わる。なに、夢だと思えばいい。椅子に座り、心身ともに落ち着かせ、あの絵を見るんじゃ。緊張せず自然体でよい。なんかまるで絵の中で座ってるみたいだ。あれ、オイラの錯覚か。今絵が動いたぞ。呪文を念じるんじゃ、わっぱよ。それと強い思いも必要になる。何を思えば神聖探偵筆記の作者が出てくるか、何時ならもう分かっておるじゃろ。小説に関することだよな。その通りじゃ。じゃが、より現実味を与えるために少し背中を押してやろう。先生、小説の売れ行きが良好なのはいいことじゃが、いつになったら第四章の大枠が完成するんじゃ。絵が動いた。これって、まさかこの降霊儀式をわし自身に使われる日が来るとはの。ふん、またも小説を書いてほしいという願いか。なんじゃい、この時代では小説が流行っておるのか。やっと見つけたぞ。お前が神聖探偵筆記の作者だな。お前が小説に書いたあの呪文、一体何を企んでるんだ。ほう、なるほど。はっはっ、道理で懐かしい気配がすると思ったら、わしを捕まえるための罠じゃったか。あれをやった意図とな。もちろん呪文の力で、あやかしの亡霊を大地へと呼び戻し、稲妻に血の雨を降らせるためじゃよ。なんだって。やっぱりそんな恐ろしいことを企んでたんだな。
こうも簡単にこのわしを体に憑依させるとは考えが甘いの。ほう、こやつの体からとてつもない強い力を感じるぞ。よい、実に素晴らしい。この力があればわしの計画を止められるものなぞおらん。おい、早く目を覚ませ。そいつの思い通りにさせるな。無駄じゃ。どんなに叫ぼうとこやつは大きい。この体はもうわしのものじゃ。おい、起きろって。そんなやつに乗っ取られちゃダメだ。ミコ、どうにかしてくれって。ミコ。さすがは汝じゃ、察しがよい。はっ、高みの見物をしおって。さっきの目くばせはわしにこれをやらせるためだったのじゃろ。ほれ、見たことか。そこの飛んどるおちびちゃんを怖がらせてしまったではないか。かわいそうに。何を言うておる。さっきまであんなに楽しそうに悪役を演じておったじゃろ。すべてわらわのせいにする気か。裏臭い。ミコ、もしかして知り合いなのか。へ、知り尽くしておるわい。では改めて紹介しよう。こやつが神聖探偵筆記の作者、裏臭いじゃ。いや、より正確に言うと裏臭いの記憶じゃな。記憶？霊魂じゃないのか？まあ、霊魂も記憶ももともと地脈から来る同種のものじゃ。先日、獣域ハウンドが神王の根に噛みついた剣を何時も覚えておるじゃろ。その時、地脈から溢れ出る人間の記憶を何時らは見たはずじゃ。人間のものがあるならあやかしもまたしかりじゃ。生前あやかしは法力を有しておる。たとえ昔日の幻影であっても姿を現すかどうかを意図的に制御することができる。そして一般的に人間の記憶よりも長くこの世に残ることが可能じゃ。そうじゃ。九段の小説もわしが神王の根の近くをさまよっておったらたまたま叫び声を聞いたのが発端でのう。確か、誰でもいい、俺にすごい小説を書かせてくれと言っておったか。で、気まぐれにそやつの体に入り、代わりに書いてやったんじゃよ。そうだったのか。でも、なんで本の中に恒例の呪文なんか書いたんだ？ふん、自慢じゃないが、わしは生きておった頃一世を風靡した大妖子での。わしの記憶は人間の体に入ることができるんじゃ。ただ小さなあやかしではそれができぬ。そこであの呪文じゃ。あれを使えば誰もがこの世にしばし戻ることができる。さすれば未練を晴らすこともできるじゃろう。え、でもこやつは汝らのその行為が人間に迷惑をかけておると言いたいようじゃ。はっは、迷惑とはわしらが去る時に夢が終わってしまうことか。あった、それと熱が出てしまうこともそうじゃったか。人間はわしらのような妖力を生まれつき持っておらん。
自分たちの手で運命を変えられる点こそ人間の最も誇れる点じゃとわしは思う。他の者の力に頼って努力をおろそかにするなぞ、痛い目を見て当然じゃ。むしろわしは人間のために貢献しておると思うぞ。そうじゃろ、ミコ。わらわもそう思う。わかったよ。おいらもなんだかそんな気がしてきたし。じゃからおちびちゃん、そう怖がらずとも大丈夫じゃ。ミコは普段ふざけておるが、法力では一二を争うあやかしじゃしな。法力だけではない、裏くさい。何時の書いた神聖探偵筆記よりもわらわの新作の方が人気がある。ふん、そういうことじゃったか。面倒なことを一番嫌うお前がこの画室に来てわざわざわしを呼び出したからには、きっと何か思惑があると思っておったわい。以前みんなで百物語をした時もいつもわしに盾ついておったしな。まあよい、わしの負けじゃ。これでよいか。何百年もの時を経て、ようやっと何時からその言葉を聞けて、わらわは満足じゃ。いつも人の肩に乗っとるのが好きだった小娘が、この数百年で立派になりよって。裏くさい。何時に残された時間はあとどのくらいじゃ。そう長くはない。みんな同じじゃ。わしらは来た場所へと帰らねばならん。じゃが満足しながらも皆思わず口にしてしまう、もう一度百鬼夜行をやりたいと。裏くさい。そのことなら安心せ。わらわがすでに手を打っておる。わらわの鈴の音が響く頃、それは無月の夜が降臨するとき。そいつはいい、素晴らしいぞ。あっぱれじゃ、ミコ。その時が来るまでわしは力を温存せねばならん。昔話もここまでじゃ。わしは帰るぞ。うむ、行くがよい。ミコよ、一つ聞くが、今日まで元気に過ごしておったか。当然じゃ。それはもう日々を楽しく過ごしておる。特に近年、世に娯楽小説なるものが普及した。それだけでない、おせっかいな二人の異教人とも出会えた。それにあの頑固な A もようやく少し融通が効くようになったしの。ほっほー、そいつはいい、素晴らしいわい。裏くさい。何時もきっとこの時代を気に入るじゃろう。何時のように物語をかけて絵も描ける人物は八重堂の主力となれるはずじゃ。わらわが直々に原稿を催促するほどのな。あ、消えた。目は覚めたか？大丈夫だよな？意識ははっきりしておるか？さあ、前にもやったようにわらわの後に。ほう、わらわが言うよりも先に答えるとは、どうやら頭に支障はなさそうじゃな。どうじゃった？初めて憑依された感覚は。そうかそうか、どうやら何時に事の一部始終を説明する必要はなさそうじゃ。裏くさいに負けを認めさせることができ、わらわも心がすっきりした。じゃからあやつらがやりたいと思ったことは、わらわが代わりに叶えてやらねばならぬ。
そうじゃ。あやつらは地脈を流れる記憶の一部に過ぎぬが、それでもきっと壮観なものになるはずじゃろ。ここまで付き合ったんじゃ、もちろん最後の儀式も手伝ってくれるじゃろ。おいおい、まだオイラたちをこき使うのかよ。さっき裏臭いと一緒になってオイラをからかったし、もう手伝わないじゃん。まあまあ、乗りかかった船じゃろ、最後まで手伝ってくれぬか。それに何時らの原稿料はまだわらわの手元にあるんじゃぞ。原稿料こんなはずじゃ、完全に泥船に乗った気分だぜ。わっぱたち、来てくれたか。うむ、時間ぴったりじゃな。はっ、原稿料のためなんだ、来るしかないだろ。ミコ、百鬼夜行の手伝いって何をすればいいんだ。正直オイラたち、百鬼夜行が何なのかすら分かってないんだけど。百鬼夜行と聞くと恐ろしいものに聞こえるやもしれぬが、ざっくりといえばただのあやかしたちの集いじゃ。その昔、あやかしたちは宴を開き、溺れるほど酒を飲んだ。妖力で空を飛び、その様は月の明かりさえも遮るほどであった。じゃが現在、地脈から溢れ出たあやかしの記憶は力が弱く、空を飛ぶことさえままならぬ。そこでわらわがあやつらのために修礼儀式を行い、散逸した記憶を集合させるつもりじゃ。さすれば、あやつらは鳴神大社の上空へと集うことじゃろう。そして力尽きた後、満足してあるべき場所へとやつらは帰る。実は儀式の前準備はもうとっくに終わっておる。わらわが小説に書き加えた呪文と、無月の夜を覚えておるか。確か、無月の夜に狐お姉さんの秘伝術を唱えるんだったよな。そうじゃ、あの本に書いたのは願いを叶えるためのまじないではない、地脈の記憶を鎮める術じゃ。その時が来たら皆であやつらを送ってやろう。わらわはじきに儀式の準備に取り掛かる。そこで何時には二つのことをしてもらいたい。まず、神社の巫女たちに下山するよう告げること。百鬼夜行が行われれば、大量のあやかしの記憶が鳴神大社の上空を舞う。万が一誰かに憑依でもされたら、後々厄介になるからの。その後、わらわは儀式を始め、あやかしの記憶を集める。この過程は時間がかかるゆえ、その間、何時らには陽光山のふもとで魔物の動向を探ってきてほしい。普段のチリジリとなった記憶であれば危険はないが、力が集まれば魔物たちにも影響を与えてしまうやもしれぬ。奴らは本能で山へ登ろうとするじゃろう。何時らにはそれを阻止してきてほしい。お、わかったぜ。で、その後はどうするんだ。ふむ、その後か。神社へ戻り手伝いをしながら、近くであやかしを見るのも悪くないじゃろ。よし、それじゃ出発しよう。下山は宮司様の命令ですか。そうなんだ。これから行う儀式がお前たちの体に影響を与えるかもしれないから、巫女が山を降りるようにって。そうなのですね。すぐに手配いたします。あなた方はどうなさるんですか。オイラたちはあいつの手伝いをした後、ここに戻ってきて一緒に儀式をやるつもりだ。宮司様はあなた方をとても信頼されているようですね。以前まではこのような重要な儀式を行う際、宮司様はそばに誰一人として置きませんでした。では
儀式の方はお願いいたします。安心しろ、オイラたちは強いからな。あの魔物たち、なんかすごく凶暴そうだぞ。おお、早くやっつけよう。オイラも妖怪が見てみたいしな。ひひ。あ、来たぞ。あやかしたちの記憶じゃ、長いこと体を伸ばして空を飛んでいなかったようじゃな。わらわについてこい。どうしたわっぱ、緊張しておるのか。だってこんな光景見たことないから。本当に月明かりが遮られた。この光景だけで言えば確かに恐ろしいやもしれぬ。じゃがただ騒ぐのが好きな勇敢な奴らじゃとわらわは知っておる。たとえ凄惨な戦いで身が滅びようと魂が迷うことはなかった。ただ時は短きもの。宴は終わりが来るものじゃ。そんなに名残惜しいならわらわと共に唱えるがよい。白身に申す、鎮魂のため祝いたまえ。祝いたまえ、導きたまえ。今晩キツネお姉さんの秘伝術を唱えれば願いが叶うらしい。白神に申す、鎮魂のため祝いたまえ、導きたまえ。かすこみかすこみかすこみを申す。うらくさい。汝は元気にしておるかと聞いたが、わらわは本当に毎日楽しくしておる。じゃが今汝らが去るのを見て少し寂しく思う。ほんの少しだけじゃぞ。ふむ、わらわが想定していた通り儀式は問題なく終わった。ご苦労じゃったな。ん？わらわは何ともないぞ。でもさっき様子が。大丈夫じゃ、何のことはない。わらわはまったく。ミコ、もし心からわらわのために何かしたいと思っておるのなら地層でもおごってもらおうかの。おう、もう分かった。今度おいしいもんをおごってやる。うむ、であれば次に会うのを楽しみにしておるぞ。旅人の奇妙な冒険、まだ次の章は出ないんだろうか。
ああ、もう待ちきれない。まさか本当に無月の夜にあんなものが現れるなんて。あの夜、陽光山の頂上に黒くて大きな雲が現れたよな。でも本に書いてあった方法で願い事をしても何も起きなかったけど。だな、娯楽小説は所詮娯楽小説ってことか。あれ以来、小説に書いてあるおまじないが全く入らなくなったよな。でも旅人の奇妙な冒険ならきっとまた新しい何かを生み出してくれるはずだ。あれ、ミコがいないぞ。店の外にいないってことは先に入ったのかな。店の中を探してみようぜ。わっぱよ、来たか。ミコ、なんでオイラたちの到着を待たずに食べ始めてるんだよ。それはナンジラがおごってくれるからに決まっておろう。一番高い料理と一番うまい酒をタダでいただけるんじゃ、いても立ってもいられなくなるのは当然じゃろ。店主、この二人を覚えておくんじゃぞ。会計はこやつらが持つ。はいよ。どうしたんじゃ二人とも、早く席に着かんか。これを食べてみよう。西来島の近くにしか生息しない魚じゃ。釣れた後、夜通しで稲妻城へと運ばれてきたものじゃ。とても新鮮じゃぞ。もしくはこれを飲むか。こんな高級な名酒、普段では飲むのも惜しい一品じゃぞ。もちろん酒を飲まなくてもよい。果汁もたくさんあるぞ。どの値段のものも一通り揃っておる。おい、ミコ、ひどいぞ。前にここで原稿を書いた時はただの串焼きしか食べさせてくれなかったじゃないか。うん、そうじゃったか。ほう、それが何じゃ。この間わらわにおごると言ったのは何じらじゃったろう。それにわらわのような気品をもてなさぬのは心が痛むことじゃと思うが。でもこれってすごく高いんだろ。オイラたちが払えない可能性とか考えないのか。それなら大丈夫じゃ、問題なく払えるぞ。わらわたちが以前書いたあの小説、近頃また重版してのう。何時らの原稿料もたんまりと入ったのじゃ。なんだって。まさか。あの時の表情、オイラたちを騙すためだったんだな。最初からオイラたちの原稿料を使うつもりだったんだろう。ナンジラの今の姿、実に滑稽じゃぞ。ああ、そうじゃ。この前の無月の夜、願い事をしても何も起こらなかったから、まじない系の小説はもう流行らなくなったそうじゃ。じゃから、旅人の奇妙な冒険の最新章は、新しい案を考えなくてはならぬ。締め切りはもうすぐじゃ。頼んだぞ、先生。そうしてくれて感謝する。今日は実に楽しかったぞ。そういえば、鳴神大社で行った修礼儀式を A も見ておったそうじゃ。まさかあの頑固頭から手紙をもらう日が来るとは。まあやりすぎじゃったようで、くどくどと文句が書いてあったのじゃがな。はあ、別に良いじゃろうに。みんな楽しかったんじゃから。ようこそ。